ゆいたのニュースチャンネルです。視聴者に掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。で今回は、コロナウイルス騒動がなかなか広まる中で、いろんなこうアマビエグッズが販売されていますが、そちらの記事を合計3件紹介していきますのでよろしくお願いします。ではまず最初は上毛新聞5月7日の記事ですね。薬病退散願い込め、坂東のうさぶろこけし、アマビエこけし販売とあります。では記事を読んでいきます。新型コロナウイルスの感染収束を願い、群馬県のうさぶろこけし、坂東村長岡岡本雄二社長は、人々を薬病から救うとされる業界、アマビエを中心にした創作こけしを販売している。注文は同社ホームページで受け付けている。可愛らしさを追求し、優しく微笑んだ表情でアマビエの姿をデフォルメした。全体を温かみのある色合いで塗装し、魚のような鱗は色を重ねてグラデーションをつけた。両手を合わせて薬病退散を願う様子を表現した。高さ7センチ、直径6センチのだるま型で3080円。当面の間、こけしの工場見学と絵付け体験教室、工場併設の売店の営業は中止する。問い合わせは公式ホームページへとありますね。はい、こちら、写真にこう2体のこけしが出ているんですが、丸っこい感じですね。高さが7センチ、直径6センチということで、本当にこう、卵と同じぐらいの大きさだと思います。こう、優しい根が特徴で、鼻と見は違うかもしれませんが、この黄色い真ん中にあるこちらはくちばしですね。はい。そちらでこう、手をこうお祈りするような感じで合わせています。まあ、こちら薬病感染収束ですが、そういったものを願っているということのアマビエこけしですね。本当に可愛らしい感じで作られています。はい。では続きまして、こちらの記事ですね。こちらは西日本新聞からですね。はい、西日本新聞のこちら出ますでしょうか。はい、5月8日の記事ですね。アマビエ博多人形、コロナ払いの守りに遠く離れた家族にもとあります。では記事を読んでいきます。薬病を払うとされる業界、アマビエをモチーフにした博多人形の守りが、新型コロナウイルスの感染が広がる中人気を集めている。福岡市早良区小笠木の伝統工芸師、梶原昌司さんがストラップやペンダントとして身につけられる高さ3センチから4センチの約10種類を制作している。梶原さんが中心となって福岡熊本洋市で開く恒例の博多人形業界展で、新たな展示品の一つとして昨年夏から熊本ゆかりのアマビエを出すようになった。コロナ禍で全国的に話題になる前からアマビエを取り上げた元祖的な存在だ。人形は京都大が所有する1846年の瓦版元にデザイン。体が人魚のように鱗で覆われ、長髪で顔にはくちばし、赤やピンク、水色などで鮮やかに彩り、目を閉じてお祈りしたり釣り瓶を手にしたりした人形もある。梶原博多人形工房のホームページから注文ができる。梶原さんは遠く離れて暮らし、故郷に帰省することができない家族を思いやり、人形を送る人もいますと話していたとあります。はい、こちら写真にある通りなんですが、パッチリとした目にこのくちばしですね。で、こう服ですとかの色が違ったり、持っているものが違うというものもあります。あとこちらに、別の写真もある。こちらはちょっと違った感じのアマビエですね。はい、丸っこい感じのアマビエで、目が開いたりですとか閉じたりしたものがデザインされています。こちらもやっぱりちょっと、洋服が違っていて、上鉢模様ですとか、こちらは桜の花びらでしょうか。そちらがデザインされたものもありますね。はい、で後ろにはちょっとこちら若干ぼやけているんですが、こう板状のおそらくアマビエがデザインされたストラップですね。はい、いずれもこういう感じで、まあ、鈴がついているこの黄色ですが、おそらくこれ鈴でしょうね。鈴がついているデザインで、大きさが3センチから4センチということです。大体こう大人の親指ぐらいの大きさではないかと思います。可愛らしい感じのもうアマビエがデザインされた、ストラップですね。なかなか面白いものだと思います。では続きまして、こちらの記事ですね。はい、こちらは、秋田先駆け新報からですね。5月9日の記事です。母の日商戦で売上回復へ、アマビエ商品感染防止グッズもとあります。では記事を読んでいきます。母の日の10日の前に、贈り物を取り扱う商品は販売に力を入れている。新型コロナウイルスの影響で売上がカバー減少している店もあり、ここまでの売上を仕込みをカバーしようと商品やサービスに工夫を凝らしている。秋田市広物青果店花の山とは、新型コロナ収束への願いを薬病を防ぐとの言い伝えがある業界、アマビエをモチーフにしたアレンジメントを販売。母の日向けに売り出し人気を集めている。
秋田市八橋の生花店花徳は人気のカーネーションに加え庭に置いて楽しめる青じさいなどの鉢植えも進めているとあります。はい、でこちらですね、こちらが花の大和のお店の、テントの写真なんでしょうね。こちらにこちらソングが3つあるのはこちらここアマビアをデザインとしたフラワーアレンジメントだと思います。でこう、黒っぽい目だと、こちらこの黄色いのがくちばしでしょうね。こちらの、花びえフラワーアレンジメントが3体。ちょっとお値段までは分かりませんが、なかなか可愛らしい感じに仕上がっています。はい。こうした感じで、今回の3つの記事、概要欄にリンクを貼っておきますので、ちょっとこう、人形を買ってみたいなという人がありましたら、こちらからリンクをたどって、ぜひホームページの方を見てみてください。はい。でこんな感じで、良いニュースですが楽しい話題を、今後も皆さんと共有していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。では今回はここまでです。ありがとうございました。